戦雷鳴の時。どうyou
試練へようこそ、後継者。わらわの名はサクラ。刹那の技術を後世に伝授するためここにおる。はじめまして、ライデン・メイよ。自己紹介は不要じゃ。リツシャが古の楽園に入った。これは英傑全員にすぐさま知れ渡ったことじゃ。そんなにビクビクする必要はないと思うけど。わらわたちにとってはそうじゃが、何時にとってはそうでもないじゃろ。まあよい。初対面の来訪者に対しわらわの言葉は多すぎたやもしれん。この刻印を受け取るがよい。何時には順を追って説明するつもりはない。律者の反射神経を持つ者なら普通の人間のようにこの贈り物を受け取ったせいでうろたえることはないじゃろう。ありがとう。けどそう言われたらかえって受け取りづらいけど。それがわらわの教えたい一つ目のことじゃ。この古の楽園にいる限り一刻も警戒心を緩めぬ方がよい。Thank you.
クリカラ。チドリ、バッドン。どうして？どうしてあなたもここにいるの？君をここに来させたのは僕だということは知っている。だが何度も説明するつもりはない。僕はケビン、救世の銘を持つ戦士だ。ここで君の求めるものを探すといい。その代価を君ならもう背負えるはずだ。はじめまして後継者、ファーと申します。不詳の刻印、なれるように私も手伝います。委員長。はい。あ、いえ、何でもありません。分かってるはずなのに。お手伝いありがとうございます。その、また会えますよね。ええ。あなたがその時まで頑張り抜くことができたなら、ここはあなたが考えるよりもずっと険しい。油断はしないでください。
僕は君にできる限り協力しよう。君が到達できない意味を理解するまで。私に服従しなさい。私の使う武器は非常によく似ておる。何時さえ良ければ戦闘のコツをもっと教えられるぞ。
私に服従しなさい。会うと決めました。Thank you.
仲間のように特別なスキルを所持していないのです。あるのは過去の経験だけ。それがあなたの力になれるといいのですが。あなたのスタートは私よりもずっと優れていました。あなたならきっとできます。